実はですね、八王子のそごうが来年の1月31日で、まあ、撤退をするという表明がなされまして、まあ、31日にはもう撤退しちゃうんですよ。今署名活動や何やりだって、私も署名しましたよ、いてほしいから。しかし、まあ、企業の判断は覆えないと思いますね。でもう来年の1月というと、今、4月ですから、もうそれこそ何ヶ月もないわけですよね。でこのそごうがいなくなるということは、八王子から百貨店がなくなるということなんですね。町田はですね、今百貨店がいくつかあって、行くとまあごちゃごちゃ感のある町、活気のある町になってます。で立川に行くとですね、立川はもう新しく作った町、いろんなビルができる、そういう感じですね。八王子は伝統はあるんだけど、いろいろいろんなものがこう歯抜けになってきてしまったという中で、この丸井が撤退した時を考えていただきたいんですけれど、丸井がなくなってしまった、あの時も僕同じようなことを議会で言いました。で今回も実は3月10日の日に、10日と11日議会で質問してました、予算委員会で。でそこで総合の問題徹底的にやってました。でまあかなり理事者って偉い方が顔真っ赤にして怒ってました。怒ってましたよ。だけれどもその翌日にですね、大きい地震が起きて、なんか総合の問題全部吹っ飛んじゃったんです。八王子にとってでも大切な問題だと思いますね、総合の問題というのは。1、百貨店が云々ということだけではなくて、あの総合というのは八王子駅の真上にある。真上、2万平米、2万何千平米という非常に広いフロアを持ってるんですね。丸井がなくなった時、撤退をした時とちょっと違うと思うんですね、やっぱり。で丸井がなくなった後はですね、しばらく空きだったんですね。看板が出て閉店しましたって看板でずっと空きだったんです。もしもですね、そごうがなくなった後に半年間、1年間、長らくありがとうございましたなんて看板でシャッターが閉まってるようだったら、八王子はおしまいですよ。そんなことは絶対あってはいけないと思ってます。その上で丸井の跡地も結局物販、物を売る、そんなお店に来ないかなって言ったわけですけど、裏はパチンコ屋さんになったんです。で表はだいたい飲み屋さんビルになったんですね。でまああの飲み屋さんが悪いということではないですけど、まあ、駅の真上がパチンコ屋さんとかになったら八王子ダメだと思いますよ。ですからこれからこの八王子の町がですね、本当に発展をしていく、あのエリアを考えた時に、そごうの後にきちっとした本当に市民の方も喜ぶし、八王子のためにもなる、そういった店舗をきちっと引っ張ってくるということはすごい重要だということをお訴えをさせていただきまして、その上でなんでじゃあ出てったのか、でその時に商工会議所の回答も寝耳に水だって言ってて、そんなこと言ってていいんですかっていう話をしましたよ、私。寝耳に水ってなぜかというと、実はですね、八王子市の中心市街地の計画というのを今まさに作ってたんです。2月3月ずっと去年から、そこのメンバーに商工会議所の回答も入ってたし、あのそごうの八王子店の社長っていうか店長も入ってたんです。顔つき合わせてたんです。だけどで顔つき合わせて、やーやーなんつって、こんな街づくりにしましょうなんて言ってて、であの出てくのを寝耳に水だなんて言ってて、情報のアンテナ低いんじゃないんですかって言いました。だけどその行政が全部できないんです、こういう街づくりっていうのは。だからこのそごうがもしいなくなってしまうときに、いい、より皆さんにとって、あるいは八王子にとってプラスになるような店舗をどうやって呼ぶことができるか、時間も限られてますから、その時に例えばですね、私あの丸井の時言ったんです。丸井の時にパチンコ屋さんとかそういうのしか来ないって言った時に、もう少し違うタイプのお店引っ張れませんかね。その時にですね、いやこういうとここういうとこ声をかけてるんだけど、要は家賃が高すぎて合わないんだって話だったんです。じゃあ合わないんであれば、例えば100万円の家賃に対して、じゃあ20万円は市がじゃあ補助を3年間とか5年間しますよっていう考え方は取れないかなと思ったんです。で民間企業の不動産屋さんにそんなことしていいのっていう議論があります。でも一方でですよ、丸井もそうですけど、そごうなんかもっとそうです。あそこはそごうって JR が持ってるんですよ。1、民間企業の JR のものだけど、しかし八王子にとってすごい重要で、みんなのものなんですね。みんなのものだから、
だからそこにいいものが来て、でそれがうまく回っていくようになれば、そのお金というのは投資としていいことではないか、それをきちっともし考え方として市民の皆さんに賛否はあるけど説明をしきってですね、だからやるんだ、で失敗したら政治は責任を取る、成功したらそれは何年か